はい、高橋亮太郎です。最近ですね、中国のこの何ですかね、もう暴動が起きてますよね。暴動がすごいんですよ。で、今ももう山ほど記事が出てきて書ききれないんですけども、ちょっとこまめにですね、ツイッターを見ていただければわかりますのでですね、すごいことになってますね。さすがにもう、中国なんてもうあれですからね、何億人、13億人ぐらいいらっしゃるんですかね。さすがにもう国民の怒りがもう頂点を超えましたね。こんだけ、もうどこまで広がるかわからないって書いてありますね。だから、中国から世界が変わるかもしれないですね。前はですね、あれですね、オーストラリアですかね。オーストラリアがひどいことになっててっていうね、結構出てたんですけどね。オーストラリアって、オーストラリア大陸ってあるじゃないですか。どうでしょうかね。もう今すごいですよ、中国ですね。もう本当もう今もう10個ぐらい記事が、私がフォローしてるのも少ないですけどね、もっといろんな人のフォローしたらもっといっぱい出てきますね。ということでありがとうございました。はい、どうもすいません、失礼します。